ごめんね、裏話を聞いて。皆さん、たぬきしたのも。ただいま2020年3月21日土曜日の午後4時4分なんだもん。さて、本日のニュースは、なんと本日、ふうたさんという方がアイナ島の仲間になりました。やった、来た。ふうたさんはアイナ島の生態系に興味を持たれて、調査のために移住してきたんだもん。島の皆さんにもぜひ調査にご協力いただきたいということなので、あれ、あのとこにベンチとかあったっけ、え、あった興味がある人はふうたさんのテントを訪ねてあげてね。え、てかテント建てたけどさ、え、あっこに博物館とか水族館とかできるん、そういうこと。それじゃあ今日も一日楽しんでちょうだいね。それはそれでまた別でできるんかな。おお、びっくりした、家になっとる家になっとる。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、いや、ちゃんと木になってる。え、前回まで、なんか段ボールみたいなのやったよね。え、木やった？ハッピーホームアカデミー。新築おめでとうございます。突然のお手紙失礼します。我々はマイホームにお住まいの皆様に、住みよい部屋作りのアドバイスをお届けする、ハッピーホームアカデミーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。新築のお祝いを同封いたします。お、なに？家具？家具？これか。てか、あの、タンスとかね、そういうのが欲しいんだけど、木製サイドテーブル。あ、それは、あ、ちょっと待って、覚えよ。覚えよ。ふんふん。木製サイドテーブルのレシピを覚えた。これでさ、テーブル作ってさ、ここに置いたら、いい感じなんじゃない？あれ？なんか、たぬきマイレージプラスが。これか。夢のマイホーム。自分好みに建ったマイホームは暮らしやすさも桁違いなんだもん。皆さんに快適な暮らしを味わってもらうため、お家の新築、増築をマイルで応援するだろうもん。どこまで大きくできるんかな？今まで通り？肩書き、ワンルームの、ワンルームのぼっちつら。たぬきマイル500マイル。お、結構や。ゲットー。やったね。なんか旅行？マイルで旅行券がゲットできるのが2000マイルからやったよね。ちょ、頑張ろう。はい、屋根の色もちゃんと。ピンクなんか、なんか赤っぽい感じやね。もうちょっとわかりやすい感じのピンクかと思ったけど。あ、なんかこれ、周りに低木まで。あんな樹木まで植えられて。なるほどね。え、家の中どんな感じになっとんやろ。ちょっと入ってみよう。あ、マイホームの完成おめでとうございます。快適な暮らしのアドバイス。電気のオンオフ。これは？X ボタンってことか。模様替えモードが B。収納開くが、え、A ってこと？え、そういうこと？これ十字キー？電気のオンオフ。部屋の明かりをつけたり消したりできます。模様替えモード。お部屋全体を手軽に模様替えできる機能です。収納を開く。お家の収納を開いて家具を取り出せます。自宅内でポケットを開くと家具や装備品を選んで収納できます。あ、収納できるんや。ふんふんふん。ん？どういうこと？収納家具がないとダメってことかな？そういうことか。あ、十字キーやね。これで電気がつけれて。あ、これで、なるほどね。どういう感じにしとこ、とりあえず、違う。え、ちょっと待って。掴むのは長押し？なるほど。はい。これさ、なんか、一個このラジオポンって置いとったらさ、いろんな音楽が順番にかかっていくんよね。なんか良くない？ちょっと待って。なんか台とかいろいろ欲しいなぁ。テレビも欲しいし、スイッチだけあってもね。いや、でも一応手元で操作できるんか。そういうことか。で、収納。あ、一応しまえるのか。しまえるの？ん？でもアイテムじゃなくて家具をしまうだけってこと？そういうことか。そういうことか。なるほど。じゃあちょっと、
あれよ、 DIY、 あのサイドテーブル、あ、なんか、あ、これか、あ、そういうことか、サイドテーブル、木製サイドテーブル、これベッドの横に置こう。てかベッドもさ、もっとなんか可愛いベッドが作りたいんだけど材料が足りない。木材集めよう、木材。今私斧持ち歩きよったっけ。ちょっと待って、斧ある。よし、じゃあちょっと木材を集めまして、よいしょ。そう、なんか今のところちょっと家の中身がね、だいぶキャンプ仕様になっとるけん。キャンプ仕様になっとるけん、もうちょっとなんか可愛い感じ、家に合った感じにしたいんよね。何個必要やったっけ？てかこれ多分ね、木材の種類も色々違うけんさ、この色の違うやつとか、いまいち把握できてないんやけど、DIY レシピ。これ、あと2個や、木材。え、てかあれやん。果物復活してなくない？果物復活してなくない？復活するのに時間かかるんかな？え、それともないとか言うわけじゃないよね。なんかほら、この辺、あ、ここはあるけど。あ、壊しよった。壊しよった。ちょ、待って、もう集まってない。集まってない。よし、あれなかった、こっちか。よし、オッケー。あと1個ぐらいなんかやっとこっかな。あ、なんかベンチに座っとるやん、くるぶし。よいしょ。あ、壊れた。壊れた。しょぼいものが壊れちゃった。ずいぶん使ったからな。でもちょうどできたぐらいかな。ね、これもしかして雑草めっちゃ増えていきよる？こんなになかったよね、多分。DIY レシピ。おう、作れる、やったね。どこでも作れたらいいのに。それは無理か。はい、DIY で。サイド、どこや？はい、サイドテーブル。木製サイドテーブルを作る。ポン。木製サイドテーブルができた。ね、じょうろとかはどう？やっぱ家になったけん。あ、作れるやん。よし。しょぼいじょうろ作ろう。やっぱなんかしょぼくても全然使えるやんって思いやったけど、しょぼい系は、じょうろすらもしかして壊れる？どう壊れるねんって感じやけど。ね。じゃあこれで、サイドテーブル。これで、ちょっと待って。とりあえず一旦は出さんといかんのかな。サイドテーブルを。これで、出してからの、回す。ほら、ベッドに合わんねよね、なんか。これ上に置けるよね。よし。ラジオ？いや、明かりの方が上かな。これで、ラジオも上に置きたいけど ラジオも上に置きたいけど、てかちょっと待って、これは、あ、まとめてにしたらいいんかな。 R ボタン、まとめて選ぶ。これ上方向にはまとめれんのかな。あ、まとめれた。え、これでどれぐらいずつ動かせるん。こうで、多分、今までよりも、マスは小さめに動かせるんやと思うよね。これで、あ、違う。回すんじゃなくて、こっち側にラジオ置こう。こういう感じで。よし。やっぱもうちょっとね、可愛いベッドにしたよね。めっちゃ簡易的なベッドやん。パカって開くタイプのやつやろ。キャンプって感じ。これでちょっと家の周りに赤いヒアシンスの球根。ちょい待って。どういう風に。
この辺に一個。ね、なんか思った場所と違う。あ、もしかして、あれか？足元にってことか。なんかちょっと微妙。いや、いいか。いいか。とりあえずこの2箇所植えて、どこ行った？あ、これか。しょぼいじょうろ。これは水は汲まなくても大丈夫の。そこじゃないな。そこじゃないな。これで大丈夫？なんかあれやね、飛び盛りみたいにさ、キラキラ、あ、光った。光ったわ。これあげれた？なんかちょっと微妙に位置がずれとるような気がしなくもない。あ、これで多分あげれたはず。うんうん、オッケーオッケー。間違えた。間違えた。どうしまうんやっけ？あ、下か。下か。なるほど。これで、もうちょい周りにいろいろとね、ちょっと花とか植えていきたいけど、浜辺にも植えれるんかな？どうなんやろ。とりあえず、そう、風太くんに渡す用の、てかボトル、このさ、何？どこ行った？これ忘れとったメッセージボトルの中にレシピ入っとるやん、これ。え、そういうことよね。どっかの島の誰かへ。よ、突然だけどレシピをやるよ。俺はあんまり見てくれを気にする方じゃないんだが、たまにはイメチェンってやつも悪くねえって思ってるんだ。周りの奴らがびっくりするだろ？巧みな技を持つスパークより。スパーク！マジで？え、イメチェン？服が作れるってこと？木製の姿見、あ、鏡。へぇー。あ、もしかしてこれでなんか、おしゃれができるようになるとか、木製の姿見のレシピを覚えた。え、これも家の中に置きたい。でも多分木がいるんよね。どのタイプの木がいるんかな？作れる？姿見。え、どれ姿見？あ、これか。木製の姿見。木材が5個いる。あ、ちょっと待って。てか、その前に、しょぼい斧は、作れる？しょぼい、あ、作れる、作れる。しょぼい斧は木の枝で作れるんよね。なるほど、木材必要ないんや。よし、これで、あっちがもっと作らないです。もっと作らないけど、ちょっともう一回、どこ行った姿見。木材。ちょっと濃い色のやつ？え、違うかな？あ。右側で取り出せる。なるほど、なるほど。よし、これで。え、地面に座っとる。めっちゃ可愛いんやけど、ベンチなくても座るのね。ちょっと一息と思って座ってみたんだ。こうしてのんびり空を見てると、小さな悩みなんか吹き飛んじまうよ。なるほど。つぶきちはいつも外にいるの？あ、アイナさん、この度はマイホームのご完成、おめでとうございます。お家があると、暮らしの幅も一気に広がるでしょうね。お、立ち上がった。マイホームに似合う家具なら、DIY で作るのはもちろんですが、たぬきショッピングもおすすめですよ。今のところ、キャンプ風のものしかなんか売ってなかったけど、ちゃんと売り出すってこと、これから。通販なので届くのに時間はかかりますが、この島では入手が難しい、おしゃれな家具が日替わりで販売されているんです。タヌキショッピングは案内所のタヌポートでご利用いただきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。あ、タヌキショッピング、タヌポートのやつね。なるほど。ありがとう。よいしょー。木材どの分？ここまで濃くなかったよね。でも多分この白っぽいやつは、柔らかい木材やと思うけん。あ、これか？あ、多分これや。この中が白くて、外が茶色いやつがそうやね。ってことはこれで3つ、あと2つや。あ、来た来た来た。よっしゃ、多分これでいけるね。地面にも座るんやね。めっちゃ可愛いやん。超可愛かったよ、座っとる感じ。よいしょ。じゃあ DIY で姿見を作ります。木製の姿見。イエーイ、木製の姿見ができた。ってことで、これを家の中に飾って、ん？タヌポートじゃないわ。DIY で多分、家具のやつかな。姿見この辺に置いとく？こっちにしとこっか。
とりあえずこっち側がちょっとなんか、比率的に言えば。いいね。この木製の姿見で、イメチェンが多分、ほら、こういうことや。これでいつでも。まあ、要は、カットリールのところでできよったことが、もう自分の家でできるようにってことやね。映らんのか、クソ。ってことは、あつ森ではカットリーノは出てこんのかな？ちょ、たぬきマイレージ。お。手作り家具で暮らしを豊かに。家具を手作りすると愛着が、これ読んだやつかな？肩書きハンドメイドの民。たぬきマイル300マイルゲット。で、多分、マイホームができたけん、たぬきちのところに行ったら何かしら、次の段階とか、なんかいろいろ言われそうじゃない？あ、こっちか。ゴーゴーゴー。よいしょー。え、なんか話しよる。とにかく、お家を持つ人が増えるのに合わせて、お店を構えるのは賛成なんだもん。お、お店？だけど、お客さん向けの建築用の資材を回してしまうと、お家を建てられなくなって、本末転倒なんだもん。その辺どうにかうまいことやってちょうだい。何年も僕の元で修行を積んでる二人なら、このぐらい朝飯前のはずだろもん。ごめんね、裏話を聞いて。どうもどうも、アイナさん。お家、ちゃんと立ってるでしょ。これから一気に快適に暮らせるようになると思うだろもん。テントと違って、壁紙や床板も自由に張り替えられるし、使わない家具をしまっておける、ちょっとした収納もついてるだろもん。あ、もう家自体についとんやね、収納が。そうそう、それと、お家を持ってる人はみんな、ハッピーホームアカデミーに入会してもらうことになってるんだもん。あ、強制的にまた入れられる。ってことは、本間さんとかも現れるんかな。ハッピーホームアカデミーっていうのは、定期的に会員さんのお家を評価してアドバイスをお届けしたり、たくみさんとかもかな。評価の高い会員さんには記念品を送ったりしている期間なんだもん。ケントくんとか。まあ評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことにはならないから、気楽に考えておいてくれればいいからね。ということで、マイホームの代金として9万8000メルのローンも組ませていただきます。ああ、怖い。それはマイルで払えるの？あいにく、あれは移住費限定の特別なキャンペーンだったんだもん。なるほど。今回からはちゃんとお金を払ってね。あ、でも、お支払いは分割で大丈夫なんだもん。余裕のある時に少しずつでいいから、タヌポートの ATM から返済してね。え、それはタヌポートからなんや。そこにおるのに、タヌキチ。さて、お家の説明はこのくらいにして。最後に、僕からアイナさんに新築祝いのプレゼントがあるだろもん。なんとなんと。マイル交換の超一押しアイテム、マイル旅行券をプレゼントするだろもん。え、マジで嬉しい。マイル旅行券？マイル旅行券っていうのは、マイルと引き換えることだけ手に入るスペシャルな旅行券なんだもん。自分の住む島はどんどん発展させて豊かに暮らしたいけど、無人島生活の気分も捨てたくない。そんなわがままなお客さんのニーズにお応えして作ってたのも。え、ってことは、無人島に行くってこと？この旅行券を使えば、いつでも手軽に、どこかの小さな無人島にひとっ飛び。旅先での出会いに期待するもよし。あ、それで新しい住民が増えたりとかするんかな。DIY の材料集めに励むのもよし。好きに過ごしてくれたらいいだろも。あ、材料集め、良さげ。てか、そういうとこ行ったら、なんか、自分のとこの、とは違う、果物とかも手に入ったりするんかな。とにかく飛行場に預けておいたから、いつでも好きなタイミングで使ってみてちょうだい。それじゃ、ほやほやの新築での新生活を楽しんでね、だなもん。なんかそのうちお店もできそうな感じやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは、今までみたいにキャンプ場に、なんか新住人が来よったみたいな感じで、今度はこっちから行かんといかんってことかな。しかも旅行券が必要なんか、結構かかりそう。